今回は日本の海底にあるものを8個紹介していこう。チャンネル登録といいねも忘れずにお願いします。では早速行きましょう。1、海底鍾乳洞。ここは沖縄本島の那覇市内から約 120km の最北端に位置している辺戸岬にあり、この岬は太平洋及び東シナ海に面する岬だ。辺戸岬のダイビングスポットはロマンと謎にあふれるポイントで、海底鍾乳洞の正式はギナマ海底鍾乳洞と呼ばれる海底洞窟のスポットになっており、洞窟内の枯れ額を変色した部分は旧石器時代の人たちが火を使った時の煤の痕跡ではないかと考えられていて、発見当初から鍾乳石が人為的に折られた部分が発見されている。このスポットを進むと現れるエアードームは直径約8メートル、高さ10メートルほどで、ドーム状になった壁には巨大な鍾乳石が広がり、まるで異次元へタイムスリップしたかのような世界を感じることができる。2、千年サンゴ。写真だけでとにかくでかいことは伝わると思うが、このサンゴは徳島県南部に位置する麦町にある麦大島内湾に生息しており、高さは9メートル、外周は約30メートルと圧倒的な存在感を放つ。サンゴの成長は1年間で数ミリメートルとも言われるので、年齢は1000年を超えているのではないかと推測される。麦の海の宝物として地元の人に愛されている。ちなみにこれだけのサンゴが生息できているのは、黒潮由来の暖かい海水が高知県室戸岬や和歌山県の紀伊半島側から流入すること、島が開発されず環境破壊がなかったことや、内湾で外界からの荒波に守られてきたことだと言われている。3、海底遺跡。ここは最西端の島、与那国島に存在しており、迫力あるハンマーヘッドシャークの群れが見られることでも有名だ。この島の海底に不思議な空間が広がる。島の南部にある遺跡ポイント、1986年にダイバーによって発見されたこの場所の正体は、東西約250メートル、南北150メートルにわたって広がる巨大な一枚岩がある。巨大神殿のようになっている。さらに門や階段、水路や柱穴のようなものがあり、発見から30年近く経っても謎が解明されていない与那国島の海底に眠る遺跡スポット、人工物のように見える場所の正体が本当に過去文明の遺跡なのか、あるいは天然の地形によるものなのか、現在でもロマンを残しており、さまざまな説が唱えられている。4、海中宮殿。鹿児島県大島郡与論町茶花港の沖より 1km にある海中宮殿は、2003年に古代ギリシャの宮殿をイメージして作られた人工物で、宮殿の天窓はハート型にくり抜かれていて、いわゆる写真映えするスポットだ。人工物とはいえ、宮殿と周りの柱にはたくさんのサンゴが生息しており、降り注ぐブルーの光はまさに神秘的な光景。ちなみに水中結婚式を挙げることも可能で、結婚式を挙げたダイバーも数多くいる。5、幸福地蔵。新潟県の佐渡島琴浦の水深約24メートルに沈むお地蔵様だ。海の安全を祈願するために沈められたもので、30年以上前、海の安全を願って安置されて以来、多くのダイバーを見守り続けており、青い海の中、お地蔵様が静かに佇む光景は言葉では表現できないほど神秘的。6、祠。多くのダイバーが心を寄せる静岡県伊豆半島から北へ駿河湾に突き出した岬、尾瀬崎。先端へ向かう途中の大瀬神社は、昔から海の安全を祈願し地元の漁師たちから崇拝されてきたが、実は陸だけではなく湾内の水深約10メートルのところには祠がある。とても神秘的な力が感じられる場所だ。7、海中神社。千葉県館山市にある波佐間地区にダイビングサービスを行う波佐間海中公園がある。さらに海底には世界唯一の海底神社があり、神事も行われているという。波佐間海中公園は定置網に迷い込んだジンベエザメやザトウクジラなどを保護することがあり、ダイバーたちは一緒に泳ぐこともできるという。今までここを訪れた迷子の中にはメガマウスやマンボウも。東京から車で2時間ほどの場所で、さまざまな生き物たちと出会えるのがこの場所の魅力だ。8、江戸城石垣建造の石材。神奈川県小田原市の石橋沖には海底に石材が点々と沈むエリアがある。江戸幕府の時期、江戸城修築のため山から切り出された石垣要塞と考えられている。さらに伊豆山神社や走り湯、鎌倉中期の遺跡など深い歴史が眠るが、書物が残っていないという理由でその存在はあまり知られていない。ミステリアスな雰囲気を持つ興味深いエリアだと。ここまで日本の海底に実在する8個の場所を紹介してきたが、いかがだっただろうか。日本や世界にはまだ多くの海底遺跡があるが、それは次回またお話ししていきます。最後までご視聴ありがとうございました。
ではまたお会いしましょう。